疲れ様でございます。お疲れ様でした。さあ、まあ、お疲れ様でしたというよりお腹いっぱいです。そうですね、食後のまったり時間、はい、まあ、まったりしたいんで、はい、MV ばっか見ててもつまらない。そんなことないですよ。つまる、つまる。まあまあ、うん、とはいえですね、はい、ちょっと今日は MV ではなくて、ほう、PV の方法ということで。 PV? プレミアムビデオ。なんでやねん。まあ、プレミアムビデオなわけないだろ、PV がよ。何ですか。パーフェクトビデオなわけあるか。あ、じゃねえ。なんだ、なんだこのくだらないくだりは。プロモーションビデオですね。あ、プロモーションか。はい、紹介 V ってやつですけど、はい、承認欲求が出まして、はい、特典映像というものが、はい、タイプ4種類の中に入っておりますね。お、何ですか。でその中で3期生の個人 PV っていうのが最高個人 PV あるんです、うん、全面あの11人、はい、それぞれが、8分ぐらいかなの、まあ、ミニ動画みたいなのを、うん、そのディレクターがついて映像化されてるんです。その一人で承認欲求歌ってるとかじゃないってこと？じゃないです。もうこれそれだけのために書き下ろされた台本があったりとか曲があったりとかいろんなそれぞれが違うプロモーションをするんです。え？そのその子に合わせた Vlog 的なやつでもなく？なく。ちゃんと作品になってる。作品が11人分あるんです。うわぁ贅沢ですよね。贅沢。うわ、ちょっと絶対家で見ますわ。あ、見ましょう。せっかくだから見ましょう。ここで、ここで、ここで、で、まあお二人とも大体、まあ推しがね、谷、はい、口さんはいで、うん、で、かやさんは村井さんと、はい、村井ちゃん、まあ、石森ちゃんと、うん、まあ興味があると思うので、はい、なんかでもコメント欄でね、その僕田村ほのちゃんもいいって、ね、素敵だなって言ってたんですけど、なんかコメント欄で春谷さん、村井優ちゃん一筋でお願いしますみたいな。いやいやいや、そんなね。でもそれ言われたら確かに。なんか男ってそういうもんだろ。確かに。まあでも多分一番このチャンネルで話題になるであろう谷口さん、はい、ちょっと PV を見てみよう。えまずいやー、どうなっちゃうか分かりませんよ。でももう騒ぐだけ騒いでいいと思う。いいですか。もともとは変だから。そんな間が劣らなくていい。大丈夫。なので谷口さんの PV を見てみましょうというところで、ちょっとやってみようと思います。じゃあ僕はある程度ちょっと落ち着きながら見ますね。いやいや、別にもうリアクション取れたら取ってもらって全然結構です、はい、ただね、僕正直谷口さんの素晴らしかったです。へー、そんな個々によって違うんですか。あのギャグ方向に走ってる人もいれば歌唱方向に行ってる人もいれば、ダンスに走ってたりとかビジュアルに走ったりとかいろんなパターンがあるんで、もう多分どれ見ても楽しみです。なるほど。本当は11人全部見てもらいたいぐらいの、ほうほう、まあ、時間の関係上 OK です。とりあえず谷口さんを見てみましょう。はい。なんか殴られそうだから後ろに。俺もちょっと聞いとこうかな。行きます。字だけだろ。いや、字だけで怖い。うわ、かわいい。メガネしてる？してる。え、丸メガネしてる？私の目か。私にバイバイ。かわいい。おお。めっちゃいいな。やばい。パンツが。あ、この間やったの、一緒にやってる、一緒にやってる。確かにやってたな。やばいやばい、うまいかも。俺も。違います違います。いやいや、なんで。え、あ、ごめんなさい。ごめんなさいじゃねえ。かわいいな。それすらも。うん、あ、ヤンキー？うわあ！ちょっとハードロックな。待って待って待って。あ、私。今ハフハフってしてる。
エモ。やっぱ現役は違うな。出た。あ、やったの。名言。名言出たよ。綺麗。アイリちゃんが。アイリちゃん空じゃなくて。アイリちゃんが。アイリちゃんが綺麗。じゃあ後ろ何でもいい。うん、まあじゃあ実際何でもいいかも。うわ可愛いだ。うわもうヤンキー。可愛い。赤ちゃん見てるみたいじゃん。やばい、卵向いてる。かわいい。あ、かわいい。え、空。かわいいよ。ちょっと離れた席からずっと見てたいな。近くは嫌なんだ。近くはちょっと無理。無理ってな。近く離れてれば持たない。離れてるほど変だよ。え、本当ですか。だって近くにいたらだって手とか繋いじゃうもん。ダメだよ。ダメですよ、ね。おまけおまけ。あ、おまけ。女子の手で行くんだ。当たり前です。それはそうなんだ。すごいよね。真っ向勝負で。確かに素晴らしかった。やばい。これが11人全部それぞれ。しんどいかも。すげえな。そう。やばい、めっちゃ怖い。最後のさ、あのなんかミステイクみたいなやつ。うん、マジ。NG 集。良かったね。あざっと。ね。あ、めっちゃ怖いですよね。ね、失敗して、失敗センターとかじゃなくて静かに。そう。失敗して。あんができないもん。だってだからあの黒ひげ危機一発もさ、うん、ピョンで飛んで決め顔して、うん、編集ってちゃんと待つ、うん、あれ素晴らしいね。ちゃんと分かってる。普通ならすぐバーって言うけどちゃんと分かってるから編集って待つ、うん、え、みんなあるんですかおまけは。いやこれだから構成とかも全部バラバラ。うわありがとうアリちゃん。え、マジでアリちゃんが作ったのこれ。ちゃんがあってありきなのだから、まあ確かにみんなそうですからね。いや、ありがとうございます。この子たちがありきで全部それぞれ作られてます。監督さんも編集者さんもカメラマンさんもみんなありがとうございます。だってこのためにあの曲作られてますからね。谷口ちゃん、あいりちゃん、そうそう、あれシングルもカットされないですか。谷口ちゃん、あいりちゃん推しの中でも一番のリアクションじゃない、うん、やばい、うん、最後感動しても会話したから、うん、あれがすごい。あれはなかなかできない。やろうと思って。びっくりした。初めて。いや、こっちがびっくりだよ。マジでなんかちょっといつか会えそうな気が。遠くない未来にね。写真最後引くとかさ、うん、あー、ママジャシーもね。なんかね、そういう、ね、運命の。次回ぐらい見繰りってもいいんじゃないかなと思ってる。もし会えたらどうする。え、会えたらもう、まず何言う。え、愛してます。トテカワを会って、この YouTube のことを伝えて、はい、どうしたら愛理ちゃんが行くの。え、私も見てます。DM ください。見てるか見てるか。
DM 来るか来るわけがない。送った段階で事務所から怒られるわ。確かにそれはいけないわ。まあでも夢を持つのはね、まあ夢は自由ですね。いいことですから。そう、素晴らしい。でもね、一個一個こんな丁寧に作品作って。いや本当すごい、ちゃんとあのね、弾いてらっしゃる方のプロのアーティストをちゃんと集めて、すごいね。これで CD 出してもいいぐらいですよね。そうそうそう、この曲でね。だって正直今まで見た谷口愛理ちゃんにはなかったよ。なかった、なかった、なかった。そんなん見せられたらもうプロモーションとして100点じゃないですか。100点で声がもうそれぞれあるわけですよ、ってことは村井さんもこういうのがまたある。あ、でもこれで知った気になったとて、そうそうそう、愛理ちゃんからしたら私のこと何知ってんの、知ってんの、もう完璧ですよね。素晴らしいですね。このね、 PV って面白いんですよ。これだから加入すると大体どの坂道のメンバーも1個は作ってもらえるんですけど、どんなテイストで来るかが分かんないっていう面白さが。ちょっとどうします、エリナ様バージョンも作ります。絶対誰かこう、なんか脚本書いてくれる人いたらコメント欄で。なるほど、ログライン作ってもらって。ひどいよ。やってみようか。ちょっとお芝居、なんかこうね、軽いストーリーだけでも書いてくれれば、それをこっちが具現化して作れるかもしれない。言うてだってさ、あの卵は料理に入りますか的な名言で言ったらさ、ソテカワとかもあるしさ、いけるかもしれないよ。いけるかもしれない。いや弱いですよ。弱くないよ。だって楽器弾けるから、そういうのもいけるかも。確かに。みんなよくファンになってくれるかもしれないじゃん。よし、愛理ちゃんをファンにしてもさせようかな。愛理ちゃんをファンに。もうファンチャーハンみたいな扱いになってるけど、チームだと思って。面白いですよね。素晴らしい。こういうのがね、やっぱり。なるほど。これの村井優ちゃんバージョンあるんですか。あるわけですよ。なるほど。じゃあみんな帰って。なんで？それで見る。いやいやいや、これみんなで見ないと面白くないですか。他の子も気になる子がいたらそれも見るの、ね、確かにね。そう